府中本町駅は東京都府中市本町一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。南部線と武蔵野線の二路線が乗り入れており、このうち南部線を当駅の所属線としている。武蔵野線の定期旅客列車は当駅が起点となっている。当駅より鶴見川は貨物線となっている。駅番号は南部線が JN20、武蔵野線が JM35。この地は古い歴史があり、それが東駅名、府中本町の由来となっている。鎌倉へ至る鎌倉街道のルート上で、経済的にも重要拠点に位置し、中世には当地が本町と呼ばれていた。富士山まで見渡せる継承地でもあることから、府中御点が建築され、その後も本町として発展してきた地であり。 それらが当駅名の由来ともなっている。3面6線のホームを有する地上駅である。南部線は相対式ホーム2面2線で、乗り場の番号は1.4番線である。南部線の相対式ホームの間に、武蔵野線の島式ホーム1面2線が挟まれる形になっており、乗り場の番号は2.3番線である。さらに1番線と2番線。 3番線と4番線の間にそれぞれ、武蔵野貨物線があり、当駅を通過する。武蔵野線は、貨物バイパス線目的で付設された事情があり、南部線と武蔵野線間を乗り換える利用客は、コンコースに出てからホーム間を移動することになる。コンコースの改札向かい側に、巨大な臨時改札口が設置されており、東京競馬場での競馬開催時の見営業する。直営駅であり、 管理駅として、南部線の矢野口駅西国立駅間の各駅、及び武蔵野線の北府中駅を管理している。南部線武蔵野線間の旅客列車直通運転を考慮しない構造であるため、以下のような特徴がある。発車メロディ1.34番線は、桜井音楽工房製の発車メロディを使用している。なお、2番線は校舎専用ホームのため発車メロディはない。 2020年度の1日平均乗車人員は1万804人である。南部線では快速通過駅の矢吹き駅より少ないが、平日は南部線と武蔵野線の乗り換え客が多い。JR 線を利用して東京競馬場へ行く、際の最寄り駅になるため、土曜、休日などの競馬会催日には混雑する。2016年度のデータでは、 駅利用者の内定危険利用者の比率が南部線、武蔵野線内の駅では最も低い45%となっている。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。駅舎と小さな駅前広場は高架上にあり、線路を横断する高架道路に面している。徒歩でのアクセスは道路上の歩道及び北東と西側からは線路脇の道から階段。 南東側からは、競馬場通路を使用。駅前には、伊東洋華道府中店が立地していたが、2010年8月22日に閉店し、閉店後は、ラウンドワンが出店している。駅前ロータリーを出て、鎌倉街道を東に向かうと、府中街道の T 字路となっており、正面が多くに魂神社西山道、左は、京王府中駅にかけて、市役所や、 商店街など市中心部へ続き、右の南東側は東京競馬場である。駅西側は小規模な商店街がある。その他は主に住宅地である。駅前、広場西側以前は西武バス、滝山営業所と小平営業所で運行していた。改札を出て、左に立橋を降りた先失点報道を発表資料。ありがとうございます。